明け。これどっちのリクエストですか。分かんない、分かんない。お、近藤から、懐かしの近藤から。え、懐かしの近藤から。近藤さん、これだったっけ。近藤バログカラーですね。宇都宮時代の懐かしい近藤さん。まあよ、近藤さんはまだ宇都宮だけど。まあね、5on5 出る来るんでしょ。ロン君とエントリーしてたから。なんか ニカさんチームじゃなかった。ああ、確かそうそうそう、ニカさんチーム。ニカバイソン急に今日決まった。しかも直樹くんいなかったっけ。いた、それも覚えてる。いや直樹くんダメだって。バイソンバイソンえぐいな。いやちょっとね、直樹くん怖いね。怖いっすよ。さあ、膝で、ね、タイプ違うからね、ニカさん、直樹くんと多分それだけでかく乱できるよ。色変えた。きなこぐさんって色はどうなってるの。いや、これショーパンから順に行くんじゃないですか。あ、そんな感じ。わかんないけど、うん、さっきのショーパンでこれ中パンなんで。あ、順々に使っていくスタイルかもしれない。あれか、ハスラーさんの意思はつながないっていうか、真逆を行くんだね相手の色に合わせるじゃなくて、自分が順番に使っていくって。ああ、なるほどね。中野ガエル対クサヤチュンリーですか。新谷さんからオファー入りましたけど、まあちょっと僕もう終わったんで。さっきニカさんとやったんで。え、いいじゃん、やれば。まあちょっとだったら俺瀬尾さんと見たいわ。誰も やんないんだったらやればいいじゃん。瀬尾さんと中野ガエルさんやらないですか。五先俺も見たいな、それは。実は超見たい。あと、うん、これいいの、これ解説できない人がずっとマイク持ってただ喋ってるだけって。いや、まあだって解説は一応、まあ今日は、うん、まあ大昇龍があるかダメなんで。大昇龍がある。え、大昇龍に基本全部引っかかるんで今日はできないんですよ。ああ、この組み合わせの話を真面目にし始めたってことですか。そうなんだけど、大昇龍が全部引っかかる。引っかかるよ。ほんまかいな。だちょっとでも前に出とけばいいんで。この辺から表をして、ここら辺で落ちても。いや、ま、あのダウンで重ねに行くのはできるけど、うん、そういうことね。生表は大昇龍打っとけば全部落ちる、うん、へえ。端端じゃなければ。でもそれは剣側が前に歩いとけばいいだけなんで。ああ、前に歩くのが必要なのね。端足を背負ってなきゃいいから、別に歩いとけばいいだけ。ああ、でしょ。どうなんだろう。いや、そうだよ、大勝利でいいんだよ、うん、レッパー当たんねんってすげえな。で、まあ落ちたら、まあ、テラー打っても竜巻とかいろいろあるんで、まあね、まあ、掴みには行きづらいけど、うん、ループはするんで一応ピヨるやつ。あー、もったい。いや、あれ繋がんないんじゃない。そう、なんか松井さんがあれ5段でやってるのなんか見たことある。バルログも入…いや、バルログは入んなそうだけど。あれ、気のせいか。ピヨる1ぐらいか。いや、5ヒットするならピヨるけど、うん、5ヒットメーカーわかんない。あ、じゃあ僕の気のせいだったかも。なんか竜巻当てて投げとの卓で抱くか、それぐらいか。さあ、宮健3連勝。3連勝で。さあ、膝を今んとこ全部食らってますね。ああ、竜巻仕込めばいいのか、あれ。え、テラーにも勝てんのかな。いや、弱パンキャンセル竜巻はテラーで落とせるはず。ああ、じゃあバックスラッシュの読み。あ、でもしたら別に。いや、だから本当は竜巻もやんない方がいい。あ、普通に膝とかでアントビした方が、まあ、そこからだから、うん、テラー出すのか出さないのか、うん、膝行くか行かないかの読み。まあ出ちゃったのかな、じゃあ。まあいいや。あ、そっか、空達入力してるとで漏れちゃうのか。テラーがある。そういうことね。どう、竜巻もあるんで、うん、まあ、ああいう膝の後はあれだけど、普通に生で飛んでいくのは。お、見てからっぽい。見てからじゃないです、バレバレです。バレバレ、はい、そういうことか。いいね、そういうのを見てからっていうのが、あの格ゲーの面白いところなんだから。バレバレじゃつまんない。
バレバレです。バレてない時こそ言い換えると、バレバレって言って言い換えると手癖、うん、手癖。いやね、見てからとね、バレバレはね、お互い逆の時に使う言葉だと俺思ってる。逆って？だからバレバレの時に見てからっていうのって、バレバレの時逆か。見てからやった時こそバレバレって言って、そっちの方が煽りが強いでしょ。まあどうでもいいっすわ。まあテラーだから弱、テラーじゃねえや、スカイハイトローだから弱小竜でいい、うん、いいとはありますね。まあ、あれだから台にしとけば今日でも、あ、ピヨッ、いや今シューパン出しちゃった、今何出したの、シューパン出してピヨッちゃった、ほい。まあ正面だから繋がんないですよね今、うん、全部中パンキャンセルで出してるから、あ、うん、確かに、まあ、まあなんか出して現れとけばいいですよね。あ、さあしかしついに4連敗からの、あ、なんだ今の、すげえ何もしないで着地で投げた、想定外もいいところですよこれ。宮さんも今のとりあえずこれで 4-1、 そう、はい、多分打点下げすぎて何も出なかったんだね。まあゲージ溜まったらスパコンに行くはもうあり、あるあるすぎるっていう、うん、さあ体重が立ちたいパン膝ひなこんぐさんはこの組み合わせはあれか、緑茶くんとやってんのかな、じゃないですかね、うん、深谷勢といえば緑茶、緑茶先生、あれショーパンで落ちんのかよ、いや深谷、深谷そう勝った俺今ショーパンって言った俺、えショーパン、ショーパン、あ、失礼、話を聞いてなかった、お、投げる、まあでも割と最近見ますよ、先週もエースにいたし、うん、ゆうちゃんと徳井さんって書かれてるよ、はい、勝利ですね、はい、はい、勝利、うん、確かにテラ、テラ大好き、バレバレですねっていう、お、出る、出るとこを見せつける、出るとこ見せつけるけど、その人は今どこで何をやってる、いや多分あの頭の後ろから霊が出てきそうな顔で対戦、後ろでガイル、スノさんと、やっぱバルログはもういかにこけないか、はい、そうですね、打ち切るけど、まあそこだけ切り取ってきなこぐさんは後で振り返るといいかもしれないですね。どうしてこけちゃったのか。